なんか探さないといけないみたいです。いきなり恐竜みたいのいいじゃないですか、これ。そう、アイテムはどうやって装備するんだろう。うわ、トリケラトプスだ。皆さんこんにちは、フロマスクです。今回はこちらのアークサバイバルエボーブドに挑戦していきたいと思います。はい、こちらは前々から気になっていた恐竜ものの MMO アクション RPG になるのかな。とりあえず恐竜が出てくるラストみたいな感じですかね、簡単に説明すると。まあそれに近い感じだと思います。とりあえずどんな感じのゲームなのか実際にやってみないとわからないので、早速遊んでいきたいと思います。ようやくですね、今キャラメイクの方サーバー入れましたね。やっぱ初日ということもあってなかなかサーバー入れなかったんですが、公式じゃないところのサーバーに今入れた形ですね。ただおそらく不安定だと思うので途中で落ちちゃうかもしれませんね。スキンカラーとか、これがキャラクターなんですね。おー、これまた面白いのができそうだな。あ、これ女性、男性。緑色、これハルクみたいなのできんのか。なんか変な色ですね。ヘアカラーとかもこう選べるみたいですね。うわ、すごい、こんな怖い顔もできるんですね。結構自由、幅が効きますね。手長くしようかな。うわ、すごい、マッチョにもできるし細くもできる。限界までごっつくしてみるか。やばいなこれ。ハルク作れますねこれ。クッともでかくして、ヒップでかくするとダメだな。これぐらいかな。おー、ごっつい。これ女性キャラにしたら全部変わっちゃうのか。あ、ひどい。これはひどい。これはひどすぎますね。でも強そうですね、これ。このキャラ強そう。あ、ないこれ。移動しちゃうんだ。よし、このキャラでいきますか。これでもういけるの？はい。とりあえず作ってみました。作って、お。うわ、真っ暗。あ、夜なんですね、今。なんか埋め込まれてる。なんか探さないといけないみたいです。いきなり恐竜みたいのいいじゃないですか、これ。C でしゃがんで、お？なんか雷とか出てますね。とりあえず寒いみたいです。ん？暗いな。T でなんか、あれしてんな。どうすればいいんだこれ。 V でなんか出てきた。あー、最初からクイックスロットルにもう持ってるんですね、トーチとピッケルハンマー、ピッケルアクスか。で、レベルがあるみたいですね。ああ、生きてる間勝手にレベルが上がっていくのか。
誰かいる。恐竜もいますね、なんか。え？プテラノドン？これ。何やこれ？プテラノドン？ワイルドメルプテラノドンだ、レベル1。何やこれ。乗れないのこれ。飛んでっちゃった。アイテムはどうやって装備するんだろう。うわ、トリキラトプスだ。すごい。トリキラトプスですね。レベル 10？うわあ、鳴き声とかなんかいいですね。やばい。E ボタンでインベントリーアクセス。あ、こっちに入れんのか？あ、こっちか。何やこれ、痛々しいんですけど。中入ってくか。ん？インベントレベルアップした？あー、これで上げられるんですね。HP 上げてみるか。チョーズラン。あー、3。あ、なるほど。これで覚えていくんですね。ストーンハチェットと焚き火でしょう、やっぱり。この二つ覚えましょう。あれなんですね。覚えるっていうか、ブループリントみたいなもんなのか。これでようやくできたのか。これで今、できましたね。これ、堂々じゃないですか？絶滅した。堂々だ。レベル5。取れんのかな？かわいそうだな、でも。お、お、お。堂々いなくなっちゃった。これ、石は取れないんですね。あ、取れた。お、攻撃してくる、堂々。ちょっと待って。視界が狭い。ドードーがいる。かわいそう。あ、E ボタンでこれで取るのか。あー、皮が手に入った。これフリントが手に入りますね。あ、耐久値もある、ちゃんと。すごい吹っ飛ぶな。とりあえず石とか取っとくか。おお、びっくりした。なんか肉食恐竜とかいたらやばいですね。ハブではないんですね。 I ボタンだから、あとクラフトでなんかまだ必要ですね。くるっと回転させるな。ああ、これか。よしよしよし。これで、石斧ができますね。はいはいはい。これレベル制なんですね。死んだらレベル1かなのかな。多分この堂々が食料になるんでしょうね。石斧で倒すか。ごめんね、堂々。絶滅した動物ですよね。ちょっとラグいな。お。
わ、あ、あ、あ、やばいやばいやばい、何これ何これ。びっくりした。堂々の親玉か？戦ってるぞ。やばいやばいやばい。何これ。あ、やばいやばいやばい。逃げた方がいいな、これ。トリケラトプスの近くにいれば。トリケラトプス戦ってる。倒してくれないかな、どっちか。何あれ。落ちてますね。結構死んでるのか。あ、来ている来ている。やばいやばいやばい。あ、死んじゃった。